でですね、えー、今回は、えー、プロ野球の方を見ていきたいと思います。11月6日は3試合が行われました。えー、中日対ヤクルト。名古屋ドームで行われた1試合、4対5で、えー、ヤクルトスワローズが勝っています。延長戦までもつれ込む大接戦だったかといえます。えーまあ、しかし、ですね、まあ、試合の展開を見ていきますと、えーまあ、結構ホームランでね。 え決まったような、まあ、1試合だったかなといった印象です塩見選手のホームランで先制したのはヤクルトそして4回、広岡選手がですね、えー、ホームランを放ちまして、えー、一気に3対0とこうなるわけなんですけどしかし5回平田選手がレフトスタンドに放り込むホームランで1点差に迫りますさらにマルティネス選手のタイムリーで、えー、1点差にこう迫ったわけなんですけどね で、えー、まあ、その後のこう展開を見ていきますと、えー、宮本選手のタイムリーで4対2とですね、えー、再び2点差に、ねえー、なったんですけど、8回、堂前選手の同点タイムリーで同点。しかし、10回、広岡選手のセーフティースクイーズで、えー、返しまして、なんとこれでね、えー、試合が決まるといった試合になりました。はい、えー、ここまでの結果をね、えー、まあ、見ていただきますとですね、えー ヤクルト、まあ中日、どちらにね、えー、傾いてもおかしくなかった一試合だったかと,という印象です。はい、えー、オリックス対日本ハム、オリックス4対3ですね。四、えー、4対3で勝利しております、えー。序盤から試合は動いていきます。紹介、えー、杉谷選手のファン、えー、これはね、中川選手のファンブルで、 えー、先生に成功します。バスター打法でしたね。えー、バスター打法でね、ちょっと焦ってしまったのか、えー、中川選手がね、ここでファンブルをしてしまったということでね、杉谷選手のね、えー、そういったところが今回ね、えー、良かったっていうところもまああるかと思いますね。はい。 とということでね、えー、続きまして、ね、その後はです、ね、野村選手のタイムリーで、えー、2対0とするんですけどもその直後、2回の裏大下選手のタイムリーで1点差さらに東軍選手の逆転ツーランで、えー、逆転に成功しますしかし5回野村選手のタイムリーで再び同点に追いついたんですけども、えー、その直後の回、えー、今回3番に入っていましたんですね えー、3番に入っていました紅林選手のタイムリレーで、えー、逆転にね、えー、勝ち越しに成功します。まあ、今回はね、宮城選手はね、5回3失点とね、えー、しっかり試合作ってくれたというところでね、今回のね、えーまあ、勝利というところがあったんじゃないかなと思います。ということで、えー、最後は楽天対西武を見ていきましょう、楽天生命パーク、4対2で楽天の勝利ですね。 えー、こちら、中盤からあ試合の展開が動いていきました。3回、小深田選手のタイムリーで先制します。えー、渡辺選手、良かったですね。ナイスね、走、え、塁、ー、だったかなと思います。今年ね、引退をね、表明した渡辺選手だったんですけども、ここでね、えー、素晴らしい走塁技術というものを見せてくれました。えー、さらに、えー、鈴木大地選手にもタイムリーが生まれました。2対0とします。4回、小郷選手のセカンドゴロ、内野ゴロの間に1点を挙げまして、3対0とします。 えー、6回に殿崎選手にこそタイムリーは打たれてしまうんですが、さらその直後の回、岩見選手のタイムリーで再び3点差、えー、9回、中村選手のタイムリーでですね1点差に狭まったんですけども、ただ打撃陣はそこまでということで,でしたね、まあ、今回の試合の展開を見ていきますと、ですね、えー、今回、えー、西武の、ねえー、ちょっと野手陣がちょっと不甲斐なかったというところも、まあ、ちょっとあるのかなとは思いますけどね。 まあちょっとね、反撃のチャンスがちょっと遅かったなというところも、まあ当然あるかなといった印象です。はい、えー、ということでね、えー、最後まで皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、またね、えー、今度まだまだ試合は続いていきます。まあわずかな試合の、ね、残り試合ですけども、えー、まだね、プロ野球は続いていきますので、ぜひぜひご視聴いただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。